ハローちゃん、バイオリンのレッスンがあるの忘れちゃダメでしょ。野球のバットばっかり振り回してたら指が動かなくなってしまうわよ。さあ行きましょう。ハローちゃん、抜けちまうのかよ。ごめんね。チッ、ピッチャーで4番バッターが行っちゃえばどうにもならねえや。ごめんなさいね。ハルオはバイオリニストにならなきゃいけないのよ。嘘だい。ハローちゃん、プロ野球の選手になるんだろ。俺たちの中じゃ一番うまいもんな。ハルオ、行きましょう。あざまー、おむらちゃん、おむらちゃん、おむらちゃん、ボール、ハルオちゃん、何してるの？早く入りましょう。さあ、早く。はい、ちょっとゆっくり来ますよ。2と3と、はい。1と2と3と。1と2と3と。はい、ちょっとストップ。あのね、タカ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 タ。16分布が合わないね。バラバラだ。一人ずつやってみよう。はい、京子ちゃん。はい。はい、よくできた。今度は春子ちゃん。そこはね、こうでしょ。もう一度頭から。先生、僕弾けません。どうしたの。ハルオちゃんは素質があるんだから、もっともっと頑張らなくちゃ。素質なんてないんです。バイオリンはね、素質と練習だ。きっとハローちゃんは練習が足りないんだね。みんなの中で一番いいバイオリン持ってるんだから、もっともっと頑張らなきゃ。さあ、もう一回行こう。ハローちゃん、帰っちゃいけません。お母さんに言いつけますよ。お電話がありましたよ。ママ、僕バイオリン嫌いだ。何言ってるんです。さあ、こっちいらっしゃい。やったにしょうがないんだから。あなた、ハルオがまたお稽古サボったんですよ。本当に困ってしまいます。ハルオが立派なバイオリニストになるようにお願いします。ハルオちゃん、お父さんはね、天才的なバイオリニストだったのよ。もうその話は何回も聞いたよ。死ぬ時に僕を立派なバイオリニストにしろって言ったんだろ。それを知ってて、なぜレッスンの途中から逃げ出したりするの。だって僕バイオリンが嫌いなんだ。素質がないんだ。天才と言われたお父さんの息子に素質がないわけがないでしょ。だって本当に下手なんだ。お稽古が足りないからです。さあ、もう一度行ってらっしゃい。これはママが預かっておきますからね。さあ、
早く行ってくるのよ。出なきゃ二度と野球なんかさせませんよ。バイオリンを落としちゃったといえば、バイオリンを弾かなくて済むようになるかな。坊や、忘れ物だよ。ほら、ぼんやりしてちゃダメだよ。ん？ありがとう。壊しちゃえばいいんだ。でも怒られるかな。でもうっかり落っことしたって言えばそんなにきつく怒られないかもしれない。の路上です。北斗、美香と一緒にパンサーで旧地区に行ってくれ。はい。ハルはどうしたの？どうかしたの？僕、天才になった。このバイオリンで天才に。のバイオリン大きくなって空に飛んでっちゃった。どうしたのかしら。気絶している様子もないのに。よかったな。もうこれでバイオリンのレッスンに行かなくて済む。ハルオちゃん、しっかりしたろうちゃん。ハルオ大丈夫？ハルオ、君はこの子たちと一緒だったの？ええ、バイオリンを弾いたら二人とも変になっちゃったの。そうか。やっぱりあれはバイオリンだったのか。ハルオちゃん、バイオリンは。お母さん、バイオリンは空へ飛んでってしまいましたよ。バイオリンが空を飛ぶですって？バカなことおっしゃらないでください。本当です。それにおそらくあのバイオリンには鳥獣が取り付いています。冗談じゃないわ。高いバイオリンなのに。ハルオ、一体どうしたんです？美香隊員、この子たちをメディカルセンターに連れてって精密検査を受けさせてくれ。はい。北斗隊員は？バイオリンを、被害が広がるといかん。でもどうやって？私が行きます。あのバイオリンが音を出せば私には分かります。よし、頼む。私も行きますよ。高いバイオリンに傷でもつけられちゃ困りますからね。でもお母さんはハルオちゃんと一緒に病院へ。いいえ、ハルオは大丈夫です。立派なバイオリニストになる子がバイオリンをなくしてそのまま帰るなんて許されませんからね。でも声を頼む。はい。
あれだ。お母さん、あれが普通のバイオリンですか。ハルオちゃん、あのバイオリンで急に上手に弾いたわ。本当？弾いたんじゃありません。きっとあの鳥獣が音を出したんです。北斗隊員、病院に収容した子は筋肉の力も考える力もほとんど抜き取られていることが分かりました。力を？あのバイオリンが吸い取ったんじゃないかしら。それであんなに大きくなったんだわ。美しい音で人の心を溶かし吸い取るんだな。少年がコントラバスから離れたとき、一発でやつけてやる。よーし。何をするんです。撃つわよ。一体何のつもりですか。ママ、動くと撃つわよ。こんなことをしている間にまた被害は増えていくんですよ。あれなら、ハローは上手に弾けるんだわ。お父さんの志を継いで、立派なバイオリニストになれるんだわ。違うわ。あれは音が勝手に出るのよ。弾いて出る音じゃないわ。しまった。返してください。耳を押さえるんだ。お母さんも。なんて素晴らしい音楽でしょう。お母さん。だんだん正体を現してきた。魂を吸い込んでツヤツヤしてやがる。攻撃準備。攻撃準備完了。攻撃準備完了。
鳥獣ギーゴンは美しい音で人間の魂を吸い取り、人間の活力を音に変えてその体の中に蓄えていたのだ。今魂や活力は空を飛んで元の持ち主のところに帰っている。三河隊、はい、お母さんをメディカルセンターに連れてやんなさい。はい。隊長、バイオリンなんか嫌だという春尾君の心が鳥獣を呼んだんですね。うん。それにあくまでバイオリニストにしようとするお母さんの執念が鳥獣にエネルギーを与えたんだろうな。ワンダー、ほら売ってくれ。ほら売ってないぞ。安心。ほら売ってくれよ。しまっていくよ。やった。ナイト、ほれ、元気な春を初めて見るような気がしますわ。お母さんの大きな期待が春尾君の気持ちを抑えつけていたんでしょうね。え大将、子供は元気でのびのびと育つのが一番です。この上でなら学問でも芸術でも
自分から進んで努力するようになります。本当におかげで私も夢から覚めたような気がします。最強の鳥獣が出現。エース最後の大変身。鳥獣は倒れ、ヤプールは敗れた。子供たちを勇気を持て、そして愛を。エースは宇宙へ帰る。さあ来週もみんなで見よう。